その技術を書いてるんですけどもちょっとこれどうやってるのというようなあのー、なんでしょうねではですね未来少年コナンですね、えー、今週の SF チェックですね <laughs> <laughs> あの SF としても僕は見ててすごい好きなんですけどフライングマシーンの故障というのが何だったのかですね、えー、集積回路が一つ故障していると。 で、これ、透明な、クリアなアクリルみたいなものの中に入ってる回路なんですけども、あの、見た人の中にはですね、あの、楽器の電子ブロックみたいというふうに言う人もいますし、一見するとですね、中に小さい電子部品が入ってるような、まあ、アクリルのブロックに見えるんですけど、これ単純な電子ブロックではないんですよ。フライングマシンにはこれが8個入ってて、まあ、そ,それぞれスロットに収まってるんですけども、この8個の部分だけが、あの、消耗部品、損耗部品なんですね。 で、それ以外の電子部品というのは全て損耗しないようにできていてですね。この何かが壊るときにはこの8箇所だけあのやればいいというふうになってるんですね。で、ただ単なる電子部品ではないと言ったのは何かっていうとですね、自己診断の表示機能があるんですよ。この部品が面白いところはさそこなんですけども、つまり、 あの、ラオ博士がですね、何が故障してるのかっていうのを外してみて、うん、これだというふうに言ったり、ラナが持ってきた部品を見て、いけそうだって言ってるのは何でかっていうと、よくよく見るとですね、あの部品が一つだけ赤くなってるのわかりますかこの部分ですね、縞模様の部品。すべての部品は、 あの同じ色なんですけど、一つの部品だけ赤くなってるんですね。で、これ、この赤くなってるっていうのが、もうダメですっていう意味なんですよ。つまり、自己あの診断能力があって、その部品に寿命が来たら、そしたら、その、なんだろうな、赤くなるような仕掛けでできてる。このあたりがですね、その、技術を書いてるんですけども、ちょっとこれどうやってるのというような、あのー、 何でしょうね。オーバーテクノロジーさ、なるんですね。一見すると、あの、ただ単に、あの、電気部品、電子部品の抵抗器みたいに見えるんですけど、そうではない。だからこそ、ラオ博士は一つ一つ目で見て、あ、ここがダメなんだと思って外して、そしてラナが持ってきたやつを見ていけそうだというふうなことができた。もしこれが大丈夫であれば、あの、すべての部品が同じ色になっているんですね。ここら辺ものですね、その、 えー、未来少年コーナー SF として面白いところだと思います。えー、はい、ここで未来少年コーナーですね、12話コアブロックの話をおしまいです。えー、次はですね、第13話ハイハーバーですね。あの、昔見たときはこのハイハーバーから始まる島の海っていうのはですね、つまんなかったんですけども、まあ今見ると結構面白いですよね。太陽の王子ホルスで書こうとした守るに値する共同体、守るに値する、なんだろう、村っていうのは何なのか。なぜ人間は一人で 生きてはいけないのか。いけないというのは、一人で生きられないという意味じゃないですよ。人間は一人で生きちゃいけないんだよっていう、なんかその理由っていうのがですね、徐々に徐々に出てきます。<laughs> あの、未来少年、コナンっていうのは、ホルスから始まって、ハイジ、で、コナン、ナウシカ、モノノケ姫。すべてこのテーマこれなんですね。あの、ずっとですね、その、 守るに値する共同体とは何かっていうのをですね、まあもともとは高畑勲で、で次に宮崎駿に受け継がれたバトンとしてですね、ずっと描いている世界観、価値観です。えー、次回をお楽しみということでですね、未来少年コナン、12話コアブロックの解説はここまでです。お疲れ様でした。